欲しいけど課金はしたくない。そんな奥さんに必見です。このゲームは他のゲームをすることにより、無料で猫缶を入手できます。でも難しいんでしょ。ゲーム次第では半分放置で入手できるものもあるから、難しく考えずにやっていきましょう。まず普通に猫缶購入画面に行きます。もちろんそれだけでは課金は発生しません。通信時間が長いのは我慢していただくとして。一番上に無料があるのでそこをタップしていただきます。それ以外は購入になるので気をつけてください。そして長い通信中。スマホのスペックは関係ないので気にしないでください。今回はエントリーしませんが、一番上に現在の進捗が現れます。最大で1747個って結構もらえるね。でもこれはあくまで最大。容量良くしても難易度は非常に高いです。ゲームにスロットマシーンやカジノがある場合、そちらを攻略することをお勧めします。このザ・キングオブファイター98では達成ごとに報酬がもらえるのですが、チュートリアルは終わってるので7個ゲットしています。このゲームの難易度ってそんなに高くないけど、達成条件がガチャで直接レディレア格闘家入手ってどうなのさ。ガチャを引く条件は難しくありませんが、確率はものすごく低いです。最大で5体入手できれば目標は達成できるみたいなんだけど、にゃんこ大戦争の超激レア当てるより難しいです。本末転倒じゃん。段階的に報酬はもらえるので、欲張らないなら割はいいです。弱点は放置ができないこと、問題のゲームに移行します。左から3番目にガチャがありますが、そこから引いていきます。ただいまダイヤは5000個以上なので50回引けます。そしてコインは20個以上あるので合計70回引けます。最初はラッキーガチャから引いていきます。アイコン同士が近いため、タッチミスしますがガチャ自体は非常に早く進行します。このガチャで LR は出ないはずですが、まあ回してみましょう。大体は料理ばっかり出るので、格闘家のレアが出れば割合ではいいです。それじゃあ目的果たせないじゃん。スーパーレアの桃子さんが出ました。はっきり言って非常に強いです。でもルアはもっと強かったりします。どのくらい強いの？およそスーパーレアの2倍以上。では一応どんなキャラか写真だけご紹介します。これが目的のキャラの一つなんだけど、見た目に反して非常に強いです。このランクを5体当てないといけないの。では実際にガチャを回してみたいと思います。これからがニャンコでいうレアガチャなんだけど、さっき見ていただいた通りスアは出ます。ガチャの展開は非常に早いので、新規キャラが出るまで止まりません。破片とかは攻略期間が短いので気にしない方針。レアが出た場合は思いっきり悔しがりましょう。育成次第で強くなりますけど。このゲームを楽しむのが目的じゃないから、非常に複雑な心境だね。この端末のメモリー 16GB しかないから、必要ないものは入れないでおきたいんだよね。はい、育成次第ですが壁は埋められません。20回引いてラッキーガチャに負けてるね。それ言わないで、多分10連でしか排出されないだろうから、本当に頑張らないといけないんだよ。ここからダイヤを使って引いていきます。スムーズに当たり外れがわかるのがこのガチャの特徴。目的がある場合非常に困難だね。10連すると確定で格闘家が当たりますが、スーパーレアでも喜べないのが事実。目的が決まっているガチャほど厳しいものはありません。確認をタップしてるのですが反応がありません。ここが時間が取られるところだね。格闘家当てるだけなのにこんなに苦労しないといけないの。そこがシビアなところなんだよね。当たりはなかなか出ませんが、毎日5時にガチャリセットがあって、1回だけ引くことができます。はい、星4のベニマルですが育成は放置します。レアキャラだからなの。ニャンコンボみたいなのがあるから育成すれば強くなるんだけど、ソロはないんだったらアドバンスキャラを育成した方が手っ取り早いです。2体目はアンディ、テリーが出ればチームが決まりますがこちらも保有。2体目だったんだね。かぶりはこのゲームでは大歓迎ですが、目的は決まってるので頑張っていきます。はい、ウルトラレアの巻です。こちらは強く必殺技が全体攻撃なので育成します。非常に悩ましいんだよ。敵の必殺技を封印する能力があるのが特徴です。まだ1体も出てないのでダイヤ集めに貢献していただきます。課題はガチャで直接当てないといけないから、スーパーレアが出たね。こちらも育成はいたしません。えっても強いんじゃ。目的はあくまで LR だけです。効率を重視します。無料猫缶の世界って厳しいんだね。さあ気持ちを切り替えるのが大事。ダイヤが足りなくなるまで引いていきます。ダイヤの入手方法は実際にやっていただけるといいと思います。あれ、キャラが当たったのに破片になっちゃったよ。どうやら機種だと変わるみたいだね。最初のガチャはここまで。1回戻って達成報酬を確認します。
ガチャを20回回したので達成で129個ゲットしました。すごく難しいね。本日で決めれば期日の3分の1以下で終わったのですが、4カゴに移ります。まずは無料分から消費していきます。新しいガチャが増えたんだね。期間限定で現れましたが10回に対してダイヤ1100個、無料分だけ回します。ダイヤ集めが難しくなってきたもんね。無料でグルメが出る分には文句は言わないで、10連に期待しましょう。すでにレディレア以外は必要ない状況ですが、さすがに確定ではないので排出されませんでした。こちらはコインだけだから、溜まったら引く感じでいいのかな。さあ本日はコイン30枚にダイヤ2000個以上、50回回せます。2体は欲しいところだね。では本番行ってみましょうか。行ってはいけないよ。いろんな種類があると思いますが、レディレア以外なら山崎が欲しいです。コンボが成立するもんね。ウルトラですが育成はしません。でも結構強そうだよ。バトルに参戦できるのは6体まで。すでに3体でコンボ決めてるので枠数が足りません。はい、こちらも無視します。余裕が出てきたら育成してボーナス狙いもいいですが、あと1枠なんとかしないといけません。結構難しいんだね。ではどんどん回していきましょう。今回で出ない場合この案件は非常に難しいと思われます。出るんだったらシェリー出てきてください。育成を決めかねてるんだよね。ダイモンもかけらしか出なかったので今回は新規なし。当たりは悪くないけど難しいね。これは大当たりのウルトラ。コンボを調べてみる価値はあると思います。手持ちのキャラでいけそうだけど。この後出てくるキャラ次第かな。コンボである宿命では山崎が欲しいです。そうすると攻撃力が合算 50% アップします。それなら欲しいね山崎。強力なキャラは出ますが目的は未だ達成してません。ねえこれ難しすぎない？条件は破格なのでギリギリまでやってみましょう。ニュース数が増えるにつれ猫缶の数も段違いになるので、5体当てたいところ。で、やったー。はい、こちらがレディレアのレオナのコラボバージョンです。レディレアって男が女バージョンじゃなかったっけ？どうもそれだけではないみたいです。宿命は揃いましたが必殺技が単体なので考えさせていただきます。おっさんが女の子になっただけだと思ってたよ。なおこのキャラは強いだけではなく、無垢なところがあるから見たい人は当ててね。目的忘れないでね。ここまで頑張ってもたった1体。まだ半分以上に数は残ってると思うから、頑張らないとね。でもここまでやって成果は良くないと言えるんじゃ。その時はまたガチャを引いていきますよ。さて、何回引いたかな？あと10連できるかな？今回はここまでのようだから、次回に期待かな。新しいガチャの無料分を引いたらニャンコ大戦争に移ります。ちょっとだけ時間がかかるんだね。ダイヤは632個あるからできれば2000個溜まった時点で引きたいかな。期間限定でも出るみたいですが、こちらは1連だけしていこうと思います。ダイヤ100個のリスクを避けるんだね。残念破片。しばらくはニャンコはゆっくりしてこちらに専念します。報酬画面に移行します。長くなりますが許してください。こっちの報酬は後回しでもよかったんじゃない？ダイヤの消費やガチャを回した回数、キャラ入手で報酬がもらえるのでちょっと見ていただこうと思います。ここから倍速。ではニャンコ大戦争を起動します。井戸にはモザイクを入れるのでちょっと慎重に。こちらはマンスリーをやってます。今回1体目なので258個もらえますが、2体目は335個、3体目は438個、4体目は580個もらえるのでやってみる価値はあると思います。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。動画外で当たった場合は Twitter や投稿で報告します。